循環報告が生じうる基本的な二つの経路。点線は末端の読者には見えていない出展関係を示している。いずれの場合にも一番上にある起点となっている唯一の情報源しか存在していないにもかかわらず、一番下にある末端の読者には二つの独立した点挙が存在するように見えてしまう。循環報告、または 虚偽の確認は資料批判においてある情報が多数の独立した転居に由来するように見えながら実際にはすべての大元は唯一の転居に依存している状態のことである。ほとんどの場合問題は図んな情報収集の過程で起こる誤りに由来するが一部の事例では最初の転居が意図的に引き起こしていると考えられるものもある。この問題は 情報活動やジャーナリズム、学術研究など様々な領域で起こる。特にミリタリーインテリジェンスにおいては最初の情報源が意図的に誤った情報を流そうとしている可能性がかなり高く、また報告の連鎖によって戦場の霧の中で情報は不明確になるためこの問題は深刻なものとなる。Wikipedia は しばしは循環報告の源とされることがあると批判されている。Wikipedia はての研究者やジャーナリストたちに Wikipedia の記事を直接の引用元とする場合は慎重に対処するよう促しており、記事で参照されている点挙で確認できる情報を重視することを求めている。Wikipedia の情報を元にニュースを書き、そのニュースを元に Wikipedia を書くことにより、 虚偽の情報が固まってしまう以下に挙げる事例においては、循環報告によって虚偽の内容がルフされることになった。ありがとうございます。